白草ジム・ドゥガンはアメリカ合衆国のプロレスラー、ニューヨーク州グレンホールズ出身。白草のニックネームの通り、トレードマークのニオンと正条器を手にした独自の入場パフォーマンスでアメリカ国内では根強い人気を博した。学生時代はアメリカンフットボール、レスリング、陸上競技、バスケットボールなどのスポーツに情熱を注いでいた。レスリングでは ニューヨーク州の高校チャンピオンにも輝いたという大学ではテキサス州ダラスのサウスメソジスト大学でアメリカンフットボール選手として活躍ラインバッカーとしてプロレスラーになるべくダラスのフリッツ・フォン・エリックの下でトレーニングを始め1979年にデビューデビュー後はテキサスで活動しダラスからサイアントニオ地区を経て1980年により ニューヨークの WWF にジョバーとして出場するようになる。1981年8月、WWF の圧戦で新日本プロレスに初来日当時は無名の存在だったため来日時はほとんど注目されなかったが、荒削りながら迫力あるファイトスタイルが認められ、将来的には第二の反戦となる可能性を持つ逸材と期待された。その後、 サンアントニオ地区で白装をリングネームに関し南部エリアで大型ヒールとして対等。1982年10月にはビル・ワットが主催していたムズウィにてマイク・シャープ・ジュニアからルイジアーナ・ヘビー級王座をダッシュした。1984年はフロリダ地区の CWF でダスティローデスやビリー・ジャックと構想。以降はムズウィを主戦場に初期はヒール。 後にベビーフェイスとなって活躍。テッドデビアス、ブルーザーブロディ、ディック・マードック、テリー・ゴディ、ブッチ・リード、ミスター・オリンピア、ヘラクレス・ヘルナンデス、ディック・スレーター、スティーブ・ウィリアムスらと激闘を展開した。1八十六年一月、当時、ムズイとの提携ルートを持っていた新日本プロレスに、再来日。シリーズ開幕戦の後楽園、ホール大会において、アントニオ・イノキとの シングルマッチが行われた。それまで何度も再来日が予定されるが実現しなかったこともあり、待望の再来日として注目されたが、過剰なパフォーマンスが受け入れられず、期待外れなどと評された。帰国後の3月16日、オクラホマシティにて、バズソイヤーを破り、ムズウィのフラッグシップタイトルだった、北米ヘビー級王座の最後のチャンピオンとなっている、12月27日には、 テリー・テイラーと組んで、ビル・アーウィンレロイ・ブラウンを下し、ムズイから解消した、新団体、U、同年は9月にも新日本プロレスに参戦しており、チョキや坂口誠二とシングルマッチで対戦した、WWF 時代1987年、ルーザー・リーブスタウンマッチで、ワンマン・ニャングに敗れたとして、UWF を離脱し、世界タップ王座を返上して、WWF と契約。 かつてのようなジョガーではなく、スーパースターの立場で WWF に再登場し、角材と正常器をトレードマークにした、ブルーカラーの愛国者ギミックでブレイクを果たす。1988年1月24日、ロイヤル・ランブルの第1回大会で優勝。1991年3月30日には、SWS の東京ドーム大会に来日し、剣道長崎と対戦している。 SWSA は1992年6月にも参戦した。WWF には1993年まで在籍して、アイアンシーク、ニコライ・ボルコフ、カマラ、ディノベラボー、サージェント・スローター、横綱など反米ヒールとの構想や、キングの座をめぐるハーリーレースやハクトの大い争奪戦などで人気を集めた。また、スローターや横綱の WWF、 世界ヘビー級王座をはじめ、ランディ・サベージ、ホンキー・トンクマン、ディック・ルード、ショーン・マイケルズらのインターコンチネンタル王座など、歴代のヒール王者が保持するタイトルに再三挑戦しているが、ベルトダッシュの機会には恵まれなかった。2007年1994年、WCW に移籍、同年9月18日、スタニング・スティーブ・オースチンを27秒で破って、US 王座を獲得した。 その後はミッドカード戦線で活動し、1996年はロードスティーブン・リーガルと米英構想を展開。1998年からは腎臓癌のためしばらくフェードアウトすることになったが、2000年2月16日、全王者のスコット・ホールが捨てた WCW 世界 TBO 王座のベルトをゴミ箱から発見、空位となっていた TBO 王者に認定され、 同日に、ロバート・ギブソンを相手に防衛戦を行った。WCW 崩壊後の2004年8月31日、代々木大に体育館で行われた、岩ジャパンの10周年記念工業に来日し、岩世界ヘビー級王座争奪トーナメントに出場。1回戦で、ブルーザー・コング、準決勝で、コンガ・ザ・バーバリアン、決勝で、ビッグ・ボスマンを下して、空位となっていた、同王座の、 第5代王者となった。2005年に WWE 復帰、主に前座試合で会場を温める役割を務め、前座でありながら観客からは大きな声援を受けていた。2009年の解雇後も WWE との関係は良好で、2010年11月15日にはオールドスクールエディションと銘打って行われたスペシャル版の RAW に出演。2011年には WWE 伝道に迎えられ、2012年1月29日に開催されたロイヤルランブル25周年大会にも初代優勝者としてサプライズ登場している。以降も各地のインディー団体へのゲスト参戦を続けており、2016年7月17日にはオクラホーマの WCR が開催した IWR オークリメイニア2016に出場。 ダニー・ホッジハイバトルロイヤルにおいて優勝を果たした2006年 WWEWCW ムズウィ UWF 岩ジャパンありがとうございます。